中学2年生の時にね、なんか文化祭とかいうのがあって、そこでライブをやったんですよね。で、正直ね、泉谷のコピーやったらね、面白かったなと思うんですけど、泉谷と拓郎っていうのは全然違うんでね。なんか知んないけど、その時吉田拓郎やったんですよね。まあ、どっちかというと泉谷が好きですね。あんまり拓郎ってそんなに好きじゃない。で、その時にやったのが、この暑中見舞いっていう。これはちょっと、正直、かなりいい加減だなと思うんですけどね。ということで、もう暑中見舞い。こんなに、こんなに遠くの海に来ています。こんなに遠くの海に来ています。彼女は花の頭まで皮が抜けて、おまけに化粧もしてないけど、とってもよく笑うんです。初中お見舞い、初中お見舞い申し上げます。初中お見舞い申し上げます。これ